アレクセイ・コンスタンチノビッチ・トルストイアレクセイ・コンスタンチノビッチ・トルストイ1875年10月10日はロシアの詩人、小説家、劇作家である。アレクセイ・コンスタンチノビッチ・トルストイはサンクトペテルブルクで巧妙なトルストイ伯爵家に生まれた。彼はモスクワ大学を1836年に卒業した。アレクセイは生涯の大半を法廷で過ごし、 マスター・オブ・セラモニツとして国家に奉仕した。彼は1861年に公職から引退し、施策のためにより多くの時間を避けるようになった。彼は賞賛に値するバラード、一編の歴史小説、いくつかの報奨なしを執筆し、ジェムチュージュニ・コフ兄弟と共同で、小島アプルトコーフのペンネームでは、風刺文も書いた。 しかし彼のロシア文学に対する貢献として、後年まで記憶されているのは、プーシキンのボリス・ゴドゥノフに習った歴史劇の三部作である。また、トルストイ家はウクライナに広大な領地を所有していたが、アレクセイもウクライナの作家たちと関係があり、タラスシェフ・チェンコの流刑に処せられた彼の刑の軽減に尽力している。また、アレクセイ自身ウクライナ語での試作も行っている。 マーティバーナムザ・ケンブリッジ・ガイド・ツー・シアター P1115 よりありがとうございます。